さん。エリン補佐官、総司令は。ここ数日、お前らがアルシングに手を出した件だろう。シング、それにジェルボー軍団だ。今失うわけにはいかねえんでな。カツアゲだな。悪い友達にカツアゲされてるんだ。だよ。本当にダチができたのか、ジェルボー。裁けなきゃならなくなるってことなんだぞ。そうしれ、俺はグッアラン対相変わらずフェイントが下手だな、クソメガネ。どうした、その右手で俺の左足を刈るんじゃなかったのか。出し続けていたわけだ。にしても吸収が早い。あなたの間違いを正すという信念か。あなたへ。ピーピーうるせえぞ。ガキに話したところで、わかるしに爆撃の撃墜用の炎はな。少し昔話をしてやる。5歳になったばかりの娘が一人。ある日、だがそこで見たものは、娘はお菓子の袋の切れ端をに妹に覆いかぶさり、背中にしか傷がなかった。俺の目に飛び込んできたのは、撃てなかった。確かに俺はアルシアは間違ってる。もしな、星をかけろ。てめえ、あなたは俺には勝てない。何、俺のあなたは知ったはずだ。300年前あの力があった。ミラアルシアが作られなければ俺が消える。こんな友人の一人も作れない俺なんかのために。思い上がるな、けじめをつけに来ただけだろうが。リヒトのために俺の前に現れるな。総司令の指示でした。ないでしょう。子は親の想像を超えてゆくものです。立派になりやがって。300年前あの学校にいなかったはずだ。そうか、当然の無いらないわ。待ってて、てめえら黙っとけっつったろうが、この中堅が。
奴はもう300年前とは違う。シュメル二つある。ナナの仕業だね。みんなあなたを信じてました。リヒトさんも時風。どうしてですか先生。そんな、だってただろう。殺さなければ私が殺すと言葉を信じて敵も殺せない。そんなとはいえ君たちに撃墜用の手術を施したまえ。ほら安して。ほらなったはず。それにこれはそういう薬ではありません。遺伝愛。ふざけんな。ドアン、お前が殺したのか。ドアン少将、一体何が。を名乗っていいのは俺たちだけなんだよ。屈服させた数、こんな命令に屈服する気はねえよ。はい、ソーちゃん早く逃げて。なぜアルシアを落とす気か。俺たち撃墜王が地獄。てめえら全員